たくあんぼーい。どうも、たくあんぼーいです。今回はですね、またまたやることになるとは思いませんでした。ちょ、おもりペタナッカさん、よいしょ。皆さん覚えていますでしょうか。ペヤング超大盛り焼きそば、超何個つけるんだって話ですよ。前少し大盛りのやつが出て食べたんですけどな、もう腹いっぱいでしたよ。他にもいろんな人と一緒に食べたりしました。激辛のやつも食べました。もうペヤングさんには苦しい思いばっかさせられてるんですよ。でもですね、今回こちらの超大盛りペタマックス完食してみたいと思います。そうです、たくあんボーイ、今回は何が違うのかと言いますと、スターバックスコーヒーのブレスレットをつけているのです。でっかいな、もう。何これ。見てください、この大きさ。箱から出してもこれですよ。いや、すごいな。うん。絶対に一人で食べないでください。絶対に一人で食べないでください。はぁ、困っちゃいますね。ペヤングさん、一人で食べるわけないじゃないですか。今回は仲間を呼んでいます。と言いたいところですが、一人で食べるのが、たくあんボーイでございます。見てください、この鍋にいっぱいの水。こんなにギリギリまでお湯というか水作ったことないですね。恐るべし、ペヤング超大盛り焼きそばですね。はぁ、水道代高いだろうな、今月。くそー。はい、じゃあお湯が沸くまで、これを開封して中身をチェックしたいと思います。ソースが2つあります。ドゥルル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 わあ、美味しそう。うん、いいんじゃないですか。めっちゃいい匂い。いただきまーす。ペヤングと言ったらソース焼きそば、ソース焼きそばと言ったらペヤングですもんね。ここから僕ビーム出るようになったんですよ。なのでなんか虫とか飛んできたらここからピーって出して虫が倒れるんですよ。便利なもんですよね。焼きそばと言ったら僕高校生の時にですね、僕屋台で焼きそばを売ったんですよね、高校生の時に。でその時も友達と一緒にたくさん作って練習して、で本番もめちゃめちゃいっぱい作って結構人気でめっちゃ売れたんですよね。その時にもうこうやって腕が重くなってめちゃくちゃもう筋肉使うぐらいこうやって焼きそば作ってたんですよ。なんかその時を思い出すので今食べてるんですけど、すごく青春時代を思い出しつつ、ちょうどねこの11月の季節って文化祭多いじゃないですか。だからなんだか本当に青春を思い出して、うん、青春って感じがします。やばい、なんか味がも
もうずっと言ってたから、吐きそう。ヤングソンの人は絶対に完食できるよ。絶対に完食してみせます。よっしゃ。おかしい。そこまでしてペヤングソース焼きそば完食されたくないんですか。じゃあ約束しましょう。僕がこれを完食したらおとなしく自首してもらいますからね。進まなくなってきたんで、これちょっとね、時間空けてもう一回食べようと思います。ちょっとこのね、一気に食べるっていうのは難しいです、今の状況です。第2回戦でお会いしましょう。どうぞ。どうも皆さん、こんばんは。昨日食べ始めてからですね、なんと、24時間が経過しました。遅すぎやっていうね。本当に、いや、本当に昨日食べられなくてね、もうダメだっていうことで、とりあえず寝て朝また食べたんですけど、まだ減らないということで、まあ、バイト先のね、今日学校だったんですけど、そちらまでお昼ご飯に持ってって、それでもまだ残ってるので、今晩もまたこの焼きそばでございます。恐るべしペタマックス。ちょっとトッピングしてみました。で、ちょっと温め直したんで、多分美味しく食べれると思いますので、食べていきたいと思います。もう明日には持ち込みたくないので、この夜完食したいと思います。完食した。なんとタイムがこちら、24時間33分29秒81。まあ、24時間かけてなんとか食べることができましたのでね、皆さんも何か機会ありましたらね、ご家族でまたお友達と食べてみてはいかがでしょうか。一人で食べるのはおすすめしません。いつもご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価も忘れずにお願いします。それでは今日は終わりたいと思います。いつもありがとうございます。シャイ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 、ついでに恋ダンスよいしょ。